コヨーテは、食肉目犬海の族に分類される、食肉類。狼に近縁で、形態モニルが小型。アシュベツの分布図局近くを除く北アメリカ大陸に、広く分布。狼の衰退に乗じ、分布を広げつつある。狼より小型で東道長75から101センチメートル、尾長30から40センチメートル、体高60センチメートル以内。 体重9から2 0ラムほど、北のものほど大きくなる傾向がある。体毛は全体的に淡い木褐色で白い毛が混ざる。死は黄色がかっており、親、胴の背面は肺褐色、腹部は大白色。頭骨は狼に似るが、前頭部の高まりはない。歯は42本。狼との比較図絶滅危惧種のアメリカ赤狼との交雑が心配されている。 また、狼のように犬との間に繁殖能力のある雑種を作ることが可能で、それはコイドッグと呼ばれている。このコイドッグはコヨーテよりも家畜などを襲うことが多く、問題視されている。ネズミを狩りするコヨーテコヨーテは単独、またはペア、時に小規模な群れで活動する。適応力に優れていて、都市周辺部でも見られる。通常ネズミやウサギ。 オグロプレイリードッグ、魚などを狩るが、狼のいない地域では、群れでより大きな獲物を狩ることもある。また、人間の残飯や果物を漁ることもある。犬のように尿で縄張りを主張する。ヨーテは、狼のようによく遠吠えをする。犬家では、家犬を除いては唯一いつも吠える犬であり、これが、名の由来である。この遠吠えは明け方と暮れに行われ、一頭が吠え声を、 あげると、やがて他の個体も加わり、一から二分のコーラスになる。七匹の幼獣一夫一妻型で、年一回冬に繁殖し、春に子が生まれる。妊娠期間は六十三日前後。子育ては両親によって行われるが、前年に生まれた子が手伝うこともある。子は秋には一頭で狩りをするようになる。北部に産するものは、繁殖期が決まっており、発情期は一月から三月である。 交尾の多くは2月に行われる。132から12時、稀に19時である。赤ん坊は2 5 0ムくらいで2週間ほどで目が、開き2から3週間後には、巣穴から外に出る。5から7週間後には離乳する。オスは巣穴に入らず最初はメスにその後は子供に餌を、運ぶ。食べ物は半ば消化したものを吐き戻して与える。3から4ヶ月後には、 両親と行動を共にするようになる。雇用手は、一家で狩りに出かけ子供はそこで、餌の取り方を覚える。子供は9ヶ月で成獣と同じ大きさになる。メスは1歳で繁殖可能になる。しかし行動権を所有し押すとペアを組むにはもう1年、必要である。雇用手の天敵はピューマ、イヌワシ、オオカミである。生息域が人間と接する、重複する地域では、牧場や、 民家の庭に侵入し家畜やペットを襲うこともある。また2009年10月には、カナダの19歳の女性シンガーソングライター、テイラー・ミッチェルが、コヨーテ2匹に襲われ死亡する事件が起きた。米インディアンの昔話コヨーテとお人よしの、オポッサムきたアメリカインディアンのほとんどの部族が、コヨーテをトリックスターとして崇めている。彼らにとって、頭文字を大文字で、 雇用手と書くと雇用手紙の意味を持っている。彼らの伝承で雇用手によって人間社会にもたらされたものはタバコ、太陽、死、雷をはじめとしてあらゆるものに及んでいる。アメリカ合衆国サウスダコタ州は雇用手州という愛称がある。アメリカプロアイスホッケーリーグ NHL の球団名にアリゾナ雇用手図がある。メキシコの先住民コミュニティでは 非践住民であるメスティーソを、雇用テと呼ぶことがある。現代ナワトル語のことにもしばしばこの用法がある。ありがとうございます。